はい、どうも、近藤春菜でございます。久しぶりのパチプロの一日、本日はですね、7月7日77の日でございます。まあね、パチンカーだったらね、誰もが一番心躍る日だと思うんですが、まあ過剰な期待は良くないですね。はい。で、去年はね、どうだったかというと、去年はまあマルハに行って、ダメでしたね。空振りで終わりました。はい。で、今日はどこ行くかと言いますと、去年のまあ一応スロットのランキングで、まあ僕のいる福岡エリアで一番サマイが良かったお店に行こうと思ってます。ただね、正直ね、あんまりね、定まってないです。どこに行こうかね、結構悩んだ。はい。で、そこがダメだったら、まあどうしようかなっていうリカバリーもね、あんまりしっかりとは考えられてないですね。まあいくつかね、まあいろんな人がこうだこうだって言ってピックアップはしてますけど、まあ今の時代、ユータイムもあるしね、まあ普段通りの立ち回りするのが一番かもしれないですけどね。あんまりお祭り的なことも好きじゃないし、話しなくなっちゃいましたね。もう朝なんでね、早く行かなきゃいけないんでね。はい。って感じで今日はお届けしたいと思いますんで、行っていきます。はい。はい、どうも、近藤春菜でございます。今抽選が終わりました。今日はプラザ本店に来てます。はい。抽選が250人ぐらいですかね。で、まあ87番、まあいいんじゃないですか。はい。で、ここの店、正直ちょたまがないので、まあかなり心配だし、普段どういう台を開けるかとかもわからないので、まあお店入ってから台を選択したいと思います。はい。ちなみにプラザ本店に並んでるんですが、隣にプラザ2というお店があり、そこはスロット専門館なんですけど、そこも見れるんですけど、そこもかなり人が並んでますね。はい。まあ今日はちょたまがないのでちょっと心配ですが、ちょたまがない分収支は落ちるんでね。ただまあできれば今後も使っていきたいなとはちょっと考えてたお店なので、はい、そんな感じで頑張っていきたいと思います。じゃあまた。はい、どうも。今は、3万5000円使って667回ですね。そう、はい。で、まあ 19.05 ですね。ギリギリ、まあ、終えるかなっていう感じですね。はい。まあ、現金投資だとほぼ時給は出ないんですけど、まあ、今後持ち玉できて、ちょ玉ができれば立ち回れる店ではありますので、はい。まあ、時給は全然出ないですけど、今後のことを考えていけるかなという感じです。はい。で、今、お店の中人がたくさんいすぎてもう移動はできないですね。なので今の無双が回転率落ちていったら、もう店移動をしなきゃいけないなという感じです。はい。もういい加減当たってほしいです。そんな感じで、じゃあ飯行っていきます。
無双投資 70K 当たりなしギブアップでございます。回転数もね、回転数も 18.3 微妙だね、微妙。まあ球は増えると思うんだけど、球結構取れると思うんだけど足りない。ああ、しかも現金投資ちょっとあんまりハマってくるんだったらよかったけどね、きつい、まあ、しょうがない、店帰ってたと思います。席も満台埋まってまして移動できないのでこの店は打つでありませんということで店帰ります。ここから挽回しましょう。はい、どうも、2店舗目来ました。2店舗目、ここも7のつく日で一応暑いので空いてる台があることをね、釘空いてる台があることを願って打ちたいと思います。はい、ここから挽回しましょう。プロのすごいところ見せましょう。
稼働終わりましたよと。はい、で店変えてケージ打ってたんですけど、ね、ケージ打った理由が、まあ、釘開いてるっていう理由もあるんですけど、まあ、で回転数は21もありましたね。はい、で2連チャンだけ取りました。はい、釘開いてる以外の理由があって、後ろに20台ぐらい寝台のガロがあるんですね。はい、なのでケージ打ちながらガロの U タイムを狙えるっていう理由で、まあ、ケージを選択しました。はい、やっぱりね、今一番入れ替わり多い台がガロなんで、はい、でしかも案の定、まあ、まさかこんなに思った通りに行くとは思わなかったですけど、案の定、ガロの残198だったっけな、約200を拾いました。はい、で、まあ、回転数は約17なので、U タイム期待値が約1万3000円ぐらいだと思います。はい、めちゃくちゃうまい台ですね。はい、まあ、結局当たって、まあ、単発じゃなくてよかったです、マジで。確変入って、まあ、少し連チャンしたという感じで、このお店ではプラスになりました。よかった。まあ、とは言っても1店舗目がね、7万負けてるんでね、マイナス6万3000円です、今日1日で見たら。はい、いや、こんなに まあ大した額ではないかもしれないですけど、6万3000円負けたら結構久しぶりな気がしますね。もう2ヶ月ぶりぐらいかもしれませんね、よりによってこんな動画を回した日に。はい、まあこういう日もあります。はい、ただ今日、まあ総括に入りますけど、やっぱりね、普段行かないような特定日で打つより、やっぱりね、あのリュータイム狙えるような店で打つ方がいい。ぶっちゃけその方が期待詰める。うん、で、まあ、1ヶ月ガチで立ち回ったら、まあ、90万は詰めると思う、期待値。うん、まあ、リュータイムもね、ある時代なんでね、はい、まだまだ多いと思いますよ。うん、だから、まあ、普段、まあまあかな、まあ、しっかりは使わないけど、まあまあ使う店に結局来たんですけど、そこでまあ、U タイム打ちながらっていう感じで立ち回って、はい、まあよかったです。はい、まあそんな感じですね。ということで、まあサウナ行ってきます。はい、サウナ行ったら撮るか分かりませんが、撮らないかな。はい、ご視聴くださりありがとうございます。また次の動画で皆さんお会いしましょう。バイバイ、ありがとう。